たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスのどん諸君、ボンフリー隊が結成されて初めての新年を迎えた。今年も心を引き締め、動物愛護の精神にのっとり、一頭でも多くの恐竜を保護するよう頑張っていこう。そこで私はボンフリー隊の憲章を作った。憲章って隊の精神だよ。一つ、ボンフリー隊員は自然を愛し、その保護に努める。ボンフリー隊員はあらゆる生物の生命を尊び、その保護に努める。3つ、ボンフリー隊員は恐竜の保護を任務とするが、極力怪我死亡などさせぬよう努める。4つ、ボンフリー隊員は捕獲後の恐竜を科学的に観察し報告する。5つ、ボンフリー隊員は互いに信頼し合い協力して任務に当たる。6つ、ボンフリー隊員は勇気を持って行動する。みんな常にこの6つを思い出しながら行動してくれ。はい。バラ。ロンさん、俺国の袋へ手紙でな、言ってやったんだ。恐竜ちゃんも付き合ってみれば捨てたもんじゃないよって。見てくれの悪いやつほど気のいいやつが多いもんなのさ。俺の前にその見本がいる。こら。オーストラリア支部より緊急連絡が入った。現地森林警備隊よりの報告によれば、この地区に異常隆起地帯が出現し、その中心部に火災が発生しているそうだ。なお現地上空でテラノドンらしい恐竜が目撃されている。1000万年前の翼竜の一種で、翼を広げると約12メートルの大きさ。翼の力が弱く、空気の流れに乗ってグライダーのように滑空するが、それでも陸地から100キロも離れた海上へ飛んでいくことができると言われている。自然発火らしいわ。かなりの勢いで燃え広がってるな。もし恐竜がいれば焼け死んでしまうぞ。急ごう。ガラ、シーガルで上空から探してみてくれ。了解でござるす。僕も行くよ。よし、その大きい目玉でよく探すんだぞ。はい。
るよ。はあ、こちらシーガル、こちらシーガル、寺の洞を発見。位置は130へ約2キロの地点でござるす。よし、わかった、すぐ行くから、そこで見張っているんだ。なんだか変だな。ねえ、もっと近づいてみて。飛べないんだ。怪我してるみたいだよ。火事に驚いて木へでもぶつかったんじゃないかな。さらしいな。シガル、シガル応答せよ、シガル。マサオくん、マサオくん。ゴンさん、130へ2キロの地点だ。よこい。ビーグルなら軽いから大丈夫だろう。よし、俺がビーグルで行く。分かった。よし、大丈夫だ。まだかなり遠い。大丈夫だよ。あーちゃーダメだ。こちらシンガル、不時着した。ドアが開かない。おっ、ガラ、無事か。今行くぞ。しまった、ビーグルもダメか。
ホース、鳥の化け物ですぜ。何？テラノドンだ。夢にまで見たテラノドンだ。ボス、上司のやつが鳥の化け物にやられてますぜ。早く食われてしまえ。あの巨大な翼をわしの博物館に飾るのだ。今度こそ必ず手に入れるんだ。いいな、グレーン。イエスサよし、撃ち殺せ。撃ち落とすんだ。逃げろよ、殺されちゃうぞ。下で傷ついてる仲間を必死に守ろうとしてるんだな。撃て。撃つんだ。弱ってきたの、撃て。もう一頭はどこにいるんだ。向こうだよ。火が近づいてくるよ。ボンフリーがいや引っ張ってやれるんだけどな。立つんだ。何とかして飛ばせないと死んでしまう。かわいそうだが仕方がない。ドンは羽ばたく力が弱いから高いところからじゃないと飛び上がれないんだ。頑張れ。火事で上昇気流がものすごい。ちょっとでも飛び上がれば締めたもんだ。ダメだよ、根性を出すんだ。根性だ、根性。頑張れ。発煙弾を使おう。いいか、もう一度頑張るんだぞ。ピラノちゃん、しっかり。大丈夫だよ、今度は飛べるさ。行くぞ。頑張れ。もう一息だ。そうだ、そこから飛ぶんだ。
号応答せよ。こちらボンフリー号、どうぞ。今テラノドンが飛び上がった。追跡して行く先を確認してくれ。わかりました。ゴンさん、3時の方向にテラノドン。了解、湿地帯を越したら追跡する。さあ、そう、うまく飛べるかな。相手だと、周りは底なしの湿地帯なんだぞ。ゴーさん、そのまま前進。了解。でも3人は乗れないよ。シーガルは300キロ持ち上げる力があるんだ。よし、ああ、危なかった。マサオ、よくやった。ボンフリー隊員は常に勇気を持って行動する。したよな、ずいぶんいじめちゃってさ。だって足なきゃ飛べなくて死んでたよ。まあ恨むなよな。こいつを守ろうとしてバトラーのヘリへ体当たりをしたんだよ。夫婦だったのかな。
ようやく助けたんだよ。そうよ、みんなで精一杯頑張ったんだもの。うん、でもあの寺など、どっかへ飛んでっちゃうんじゃない？いや、大丈夫だ。この島の周りには200キロ以内に陸地はないんだ。だからどこへも行かないさ。巨大な恐竜の石像を発見した。そこでマサオはキャッサバ少年と友達になり、恐竜の道を求めて出発したのであった。行く手を阻むトレードンの攻撃。次週、恐竜探検隊ボーンフリー、恐竜の道の秘密、お楽しみに。